皆さんこんにちは、ゆかです。今回は私の食事になくてはならないピーナッツバターと練りごまの作り方をご紹介していきます。私が使うピーナッツ 100% のピーナッツバターは日本では手に入りづらかったり、練りごまは少しお値段が高かったりすることが多いので、この動画ではピーナッツバターと練りごまをお家で簡単に作れる方法をコツも含めてご紹介します。ではまずピーナッツバターから。まずはピーナッツを2カップ分フードプロセッサーに入れます。今回私が使ったピーナッツはローストしてあって薄皮のついていない無塩のものです。ピーナッツは後で味の調節がしやすいようにするために無塩のものをお使いすることと、あと香りと風味を良くするためと保存性の関係でローストしたものを使われることをお勧めします。薄皮がついていても美味しくできますが、少し渋みが入るので初めてお作りの際は少量で作ってみて味を確認してみるといいと思います。では早速混ぜていきます。初めから連続では混ぜずに数回フラッシュさせて全体がある程度細かくなったら連続で混ぜていきます。初めは粉々になるだけで、これが本当にペーストになるのかなって思うんですけど、ちゃんとなるのでご安心ください。2分半くらい経ったところで蓋を開けて、側面についているピーナッツをヘラで落としていきます。この段階でもかなり滑らかに見えるのですが、まだザラザラ感が表面に出ていますし、ナイフで持ち上げてみてもリボン状に流れ落ちないので、もっと混ぜる必要があります。ではもう一度、滑らかになるまでとは言わず、もうトロトロになるまで混ぜていきます。本当にトロトロになるまで混ぜてください。混ぜてる時にずっとフードプロセッサーを手で押さえていると、このただ滑らかな状態とトロトロになった時の違いが分かります。そこまで混ぜないと舌触りも味わいも劣ってしまうので、混ぜていてこう液体を混ぜているかのような感覚になるまでちゃんと待ってください。最後の方でピーナッツを少し足すと、つぶつぶピーナッツバターを作ることもできます。私が使っているフードプロセッサーだと大体4分ぐらいでトロトロな状態になったんですけど、私は念のためもう1分追加で混ぜました。こんな感じにトロトロになったら清潔な容器に入れて冷蔵庫で保存します。冷蔵庫に入れるとトロトロ感が減ってもう少し硬くなります。パンに塗っても野菜スティックにつけても、ドレッシングやディップ、ソースを作る時にも使えますし、お菓子作りにもとっても便利です。ちなみにフードプロセッサーにまとわりついているこのピーナッツバターは、自分の好きな調味料を入れて混ぜてソースやドレッシングにしてしまうと洗うのが楽になります。では続いて練りごまを作っていきます。練りごまもピーナッツバターと同様に煎ってあるものを使って作るのですが、私は煎りごまを手に入れることができなかったので、洗いごまをフライパンで5分ほどいい香りがしてくるまで煎って冷ましてから使いました。ごまをフードプロセッサーに入れて再びトロトロになるまで混ぜていきます。ちなみに練りごまもピーナッツバターも初めの体積の半分の量が出来上がりの量の目安です。なので2カップのごまを使うと大体1カップ分の練りごまができます。混ぜている途中にもしこんな感じに中身が回らなくなってしまったら、ヘラを使って側面についたごまを落として再びよく混ぜていきます。フードプロセッサーによって連続使用時間の制限が違うと思うので、よくご確認してから長時間回すようにしてください。もしごまの油分が少ないか、フードプロセッサーの回転が遅くて5分以上回しても滑らかになってこない場合は、ごま油か癖のないオイルを少し足して混ぜることをお勧めします。こんな感じにトロトロになったら完成です。ピーナッツバターと同じで合計5分くらい混ぜて完成しました。そのまま一度舐めてみると分かりますが、練りごまは少し苦味があるので、パンに塗る際は何か甘味料と一緒に使うことをお勧めします。他にも担々麺やスープ、炒め物、和え物、ドレッシングやソースを作るときにとっても便利です。練りごまを作り終わったフードプロセッサーにも調味料を入れてドレッシングを作りました。
はい、以上がピーナッツバターと練りごまの作り方です。ここまで見てくださった皆さんありがとうございます。最近余裕があまりなくて料理動画を作れていなくて申し訳ありませんが、この動画も皆さんのご参考になれれば幸いです。もし動画を気に入ってくださった方はいいねボタンのクリックと、他の動画を見たいなという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。